ちょっと聞いてくださいね。知らない道から帰ろうと思って知らない道取ってるんですよ。で、ナビで50メートル範囲で、やると、ちっちゃい神社も表記されるんですね。で、お、ちっちゃい神社あんじゃん。ちょっと行ってみようと思って、まだ明るいんで。来たんです。そしたらですね。立派な神社の前に、ちょっと、その前に、古井戸、結構車通るの、もう筑西市って言うんですか、よく分かんないですよ、合併症っていうか。向こうから来たんですね。で、神社を探して来たら、最初ナビこれに、お邪魔します。これに表記されまして、あ、一応愛宕神社じゃないですか。あ、じゃあこっちも正解なんだ。じゃあすいません、ちょっとお賽銭を。愛宕神社です。失礼します。で、最初こっちが表記、え？って思ったんだけど、一応愛宕神社なんですよ。はい、一応愛宕神社で、どっち示してたんだろうな。ナビは多分向こうだと思うんだけど、神社が一軒あるっていうから、最初見た時え？って思ったんだけど、あんなちっちゃい神社でも表記されるのかなと思って。まあ、嬉しいけどね。古いナビ買ったら、ちっちゃいナビも表記してくれましたって。これからちょっと、楽しみができるじゃないですか。いろんなところを流してたらちっちゃい神社発見しましたってさ。こっちかな？こっち？でも一個しか表記されなくてさ、実はここに車止めたんだけど、ここだと行き過ぎなのよ。ナビで見ると行き過ぎで、さっきの愛宕神社が表記通りなんだよ。でも名前書いてないのよ、神社の名前が。ということはさっきあっちだよね。じゃあこっちは乗ってないのかな。春日神社ですね。春日様と呼ばれる神社、結構有名です、春日神社はね。行ってみます。もう日が暮れるから、もうこんな感じだから、もうここが最後かな。夜景も結構、まあまあ回ったんじゃないですか。お邪魔します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 。ああ、やっぱちょっと暗くなっちゃったね。鹿。はい、狛犬さん。おお、ここの狛犬さんは結構、漫画に描けそうな。いいんじゃないですか。はい、はい、春日神社でございます。宮大工になってますね。すごいね。最近なかなかないんだよ、星打っちゃって釘打っちゃったりとかして。すいません。中は閉まっちゃってるんで見れないですけど、結構でかいです。
いや暗くて分かんないけど、まあでも一体一体あ鹿が乗ってて、ここはもういろんな神様が祀ってあるのかな。ああここ明るいうちに来てみたかったね。なんかカラーだよ、後ろにご神体がありましたね。ちょっとさすがに暗いんで後ろにちょっと怪しい、もうこの時点で怪しいけど、怪しく思われちゃうんで、ああれってもしかするとなんだっけ、火災から守る神様だったっけ。これこれ違うか。あでもそっか、もう5時近いんでね、もう暗いんですよ。まあ、ところどころちゃんと映ってるけど、ここかな、ここのアングルがかっこいいかな。じゃあ、以上、春日、筑西市でよろしいんですか？筑西市の春日神社でした。お疲れ様でした。はい。ここはいいね。もう一回聞こうかな。また来るね。